では続いて今日の特集です。先日藤枝市の施設で成人式が開かれました。参加したのは重い病気を乗り越えてきた子どもたち。生きる強さ、我が子が両親に家族に伝えます。スーツに着物、車椅子に乗った子どもたちはこの日節目を迎えました。成人、大人の仲間入りです。はい、みんなこっち向いて。ここ藤枝市の障害者施設若藤では今年これまでで最も多い7人が成人を迎えました。医療的ケアが必要な人、思うように話せない人、みんな大きな病気を乗り越えてきています。すごいね、大勢いるね。みんな来てくれたね、すごいな。ね、部長、焼津市に住む小長谷伊吹さんは11番目の染色体に異常がある極めて稀な病気を持って生まれました。歩くことも食べることも一人ではできません。小児がんを患い、視力を失い、受けた手術は10回以上、入院は30回を超えます。生死をさまようたびに、困難に直面するたびに強くなりました。いぶきの姉も生まれつき目が見えず、日々の介護は正直大変ですが、二人がいたから家族も一つになれました。向こう行った方がいいよ。みえむちゃん。みえちゃん。みえむちゃん。みえちゃん。私の弟だから強いんだよね。違う。だって。違う。知的障害や肢体不自由などいくつもの障害が重なった重症心身障害児は長生きすることが難しいと言われてきましたが、医学の進歩で生きられるようになってきました。成人式を迎えられる。家族にとってはこの上ない幸せです。いろいろな人に出会って助けてもらって、無事に成人式を迎えることができました。本当にありがとうございました。この子が生まれた日、病院で特殊な心臓病で生存率は 50% と言われました。高度医療の発達のおかげで助けてもらった命です。私を育ててくれてありがとう。病気にも負けずに元気に育ってくれてありがとう。母より皆さんもありがとうございました。小長谷伊吹です。今日は、皆様のおかげでこんな立派な成人の会を開いていただき、ありがとうございます。いぶきの抱負です。立派な大人になるよ。ありがとうございました。徐々に体は弱くなり、口からではなく胃に管を通して流すようになりました。それでも少しずつ少しずついぶきは成長しています。学んでいます。去年一昨年くらいがやっぱり本当の最大の節目で、いろいろ手術をして、もしかしたらって何度も思いましたけど、その度に乗り越えて、ここまで元気になって、本当に生きる力はすごいなって感じますね。これからもいろんな病気をするのかもしれませんけどね、まあ、今まで本当に頑張ってきたので、もうなんかもう頑張ってっていう言葉が言えないので、今のままでいいよって、のんびり行こうねって、思います。はい、成人だって。
重い病気を持つ我が子。生まれてきてよかったのか、そう思ったこともありました。でも今は違います。息子は生きる素晴らしさを私たちに教えるために生まれてきてくれたのですから。重症心身障害児は全国に3万8000人いると言われていて、施設の整備、医療的ケアをする看護師の確保など、まだまだ課題も多いということです。はい、こうした子どもたち、そしてその家族がずっと笑顔で暮らせる社会になってほしいと思います。はい、さて